ネタチーズのサラダです。濃厚。これは手作りでしょうね。うん、これは美味しいわ。ホームメイドのジェラートいただきましょう。うん、美味しいね。ラムレーズンとレモンです。スープパエリア頼んじゃいました。普通のパエリアとスープパエリアがあるのを知らなくてスープパエリアを頼んでしまったようですが、まあ店の人はこれも美味しいよと言うんでいただいてみましょう。スープパエリアです。いい香り。イカとね、ムール貝と、あー、これはね、これね、完全におじやですね。もう日本の鍋の締め、おじやです。ちょっと日本っぽいね。完全に雑炊。これは日本の雑炊でございます。でも旨味がねすごい。これは美味しいですよ。さあ、これがカルカムサス、カジョス、あの牛の胃袋の煮込みを食べようとしたんですけど、まあ今ないと言われて、おすすめされたのがこのカルカムサス。
なんかまあスペインのそこら辺の人地元っぽい人たちが結構おすすめだよって言ってくれたんで、カルカムサス、これは豚の煮込みですね、豚肉の煮込み、いただきたいと思います。ちょっとね、いただいてみましょう。ここはバルですね、トレドの食事。うん、あトマトの酸味が、うん、美味しいね。パエリアとかイタリアのなんだろう、パスタとかいろんな料理ちょっと塩気が強いなっていう感じで、ちょっと舌に微妙に合わない部分あったんですけど、これはねあのトマトの酸味でナチュラルな感じですごい美味しいですね、うん、パンに煮込みのスープをつけていただきます。うん、あ美味しいね。あいいわ。地元のね、バルでパエリアを食べたいと思います。でパエリアだけではなくてちょっとマッシュルームのお皿もちょっと有名ということなんで、いただきます。これねあんまり特別じゃなかったんでもう結構食べちゃったんですけど、お通しのポテト、これもちゃんとオイルとガーリックオイルですかね、で味付けしてて結構何気なくねちょっとひと手間加えて美味しいですね。美味しいわ。あ、美味しいな。秋のキノコ、秋ですね。うん、デリシオーソでございます。熱々、まあ、日本の鍋みたいじゃないですけどね、2人前から注文とか結構多いんですよ、まあ、のなので一人で注文するっていうのがなかなか、できないお店も多いんですけど、ここは、一皿12ユーロで、まあ手長エビと大きいエビとイカとあとは貝ですか、魚介のパエリアが12ユーロは安いですよね。でこのだからキノコが8ユーロですからね。さあいただきましょうパエリアを。うん、美味しい、染みてますね味がお米に。うん、これがねマドリードのパエリアですよ。最近ねエビはもう結構殻ごと食べちゃいますね私。おいしい、うん、素晴らしい、ウェーナーデリシオーソ地元のおばあちゃんが声かけてくれました。